はい、皆さんこんにちは、楽さんクックです。今回はですね、生のすじこ、180g ありますけども、このすじこから、いくらを作っていこうと思います。いくらというのはですね、このすじこをほぐしたものなんですけども、もともとは鮭とかマスの卵同じものなんですね。このすじこをですね、いくらに変えていく方法なんですけども、塩分濃度 3% のぬるま湯の中で、このすじこをほぐしていきます。そうすると、膜とか、血合いとかが出てきますから、それをきれいに水で洗い落としてざる、で切っておきます。そしてですね、醤油、酒、みりんの中に一晩漬け込んでおいて完成となります。さあ、うまくいくかどうか頑張ります。
はい、そんなわけでですね、170g の筋子から、イクラの軍艦巻きが15個できました。では早速試食に行きたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、いただきます。うん、筋子 170g でいくらを腹いっぱい食べたいという欲望が満たされました。うん、手間はそれなりにかかったんですけども、手間をかけた分美味しくいただくことができたと思います。皆さんもよろしかったらぜひ挑戦してみてくださいね。今回のご視聴ありがとうございました。じゃあね。